それでは FC 岐阜のスターティングメンバーご紹介しましょう。ゴールキーパー茂木、そして4バックです。右から追地、藤谷、川上、宇賀神、ダブルボランチ庄司、柏木、右に久保田、左に村田、ツートップにムドカ、チャールス、藤岡が入っています。 4-4-2 のフォーメーションを予想します。それでは岩手グルージャ盛岡のスターティングメンバーをご紹介します。ゴールキーパー丹野、ディフェンダー4バック右から石田、田代、甲斐、神保、ダブルボランチ松原、湯気、右に南、左に藤村、トップ下に和田です。ワントップは佐藤というフォーメーション、 4-2-3-1 のフォーメーションを予想します。こちらは川上です。ボールをキープして左サイド、スピードスターの村田、前節はゴールを決めています。エリア内入ってきた、左足のシュート、いきなりチャンスを作ったのは岐阜。柏木のフィニッシュ、惜しくもゴールとはなりませんでした。今のシーンです。中に入ってきたのは柏木でした。最終ラインでのボール回しが続きますが、その中で前に出してきた甲斐、そこには辛坊、左へシュートは枠の上。まだ両チーム得点の動きはありません。さあここ上がってきた、中に味方のサポートが欲しい。サンドカ前を見て左足のシュート、これはポスト、ポスト、このシーンです。右には俊足の久保田が待っていますが、その久保田にいつボールが回るか、今フリーになっています。中央を選択、ここには藤岡、そしてどかへ左足のシュート、悔しそうな表情もあります。いい形で縦パスを入れました藤岡、そしてそれに反応したムドカ、頭で戻す。さあここは縦が通った、そしてムドカへ、ムドカチャンスになる、一旦戻って藤岡シュート、エリア内でのパス回し、悔しさを見せます藤岡。さあ中へ、エリア内、早いスタート、エリア内にゆっくりと入った。さあ切り込んでくるシュート、これはキーパー茂木の正面でした。もう一度庄司から、こちら久保田通った、久保田に戻る、クロスボール、村田のシュート、久保田のクロスに反応した背番号7村田だったんですが、これは枠の左。かけるのは庄司、外からシュート、強烈なシュートでしたが枠を捉えることはできませんでした。田代が183cmあります。甲斐は181cm。高いボール上げてきた、ファーサイド、ボール上げて空中戦、中に入れてくる、そして左足のシュート、18番宮市が触っていればというところではありました。ただ11番キリもいいところでチャンスを演出します。さあここで多くの選手が上がってきました。ここは丹野が収めます。ここで長い笛、試合終了、スコアレスドロー、引き分けです。両チーム勝ち点1を分け合う形となりました。